六パの秘書記は古川六パの裁判年の随筆集。初版の題名は秘書記のみで冒頭にこの書を食うことに情熱を持つ人々に捧げると付けられていた。1959年8月に学府書院から日本の百人全集の第三巻として刊行された。六パは初版刊行から1年半後の1961年1月に病没する。 食通で、名高い六波にふさわしく前編が、食に関する内容である。非食期、昭和19年の日記小食談あれこれ、思い出氷屋染め寄生料飲料だパンその他うどんの、お化けゲスミライさん食べたり、君よ牛鍋からすき焼きへ、甘話し旧大食調用食案東京は食い倒れ富士屋、ホテル神戸この旅、大阪八の地づくし浅草を食べる食日記昭和33年の、 日記章第一部、非食期、昭和19年の日記章は、この追出集の中でも圧巻である。食料事情が悪化した、大戦末期、食にこだわる六波の悲惨な姿が描かれ、長男、古川清が、もはや悲しくて涙も出ない。と記している。六波自身が日記を大幅に改変しているので、古川六波昭和日記とは、内容が異なる部分が多い。内容は、 良い食事を求めて悪戦苦闘する日常と悲惨な食事に対する不満をはじめ、当時、食料事情が良いロケ先の農村から大量の食料を持って帰る話や闇の食についても書かれているなど、戦時下の生活を知る貴重な資料である。増水食堂に並ぶ人々を歌った詩なども読み応えがある。第2部、食談あれこれは、食に関する思い出話や、 和食洋食中華料理のうんちく、大阪、神戸、名古屋の食について、箱根の藤屋ホテルのメニューを全部平らげた話、すき焼きの由来などが書かれている。また、ロッパー自身が、洋菓子やエビが好きでマグロは嫌い。江戸っ子なのに、大阪風の味付けの寿司を好むなどを述べていて興味、深い。戦後の食料事情が好転した時代に書かれているので、余裕のある書きぶりである。 第三部、食日記は、昭和33年の日記を再編集したもの。第一部の壮絶さはないが、人気は凋落し、病気に苦しみながら、あちこちの店で美食を追い求め苦境に甘んじながらも、食に対する欲望が全く衰えていないッ波が、生々しく描かれている。小林信彦は、食べ物の本は、近頃、数が多いが、これほど壮烈なのは、珍しいと評している。 なお、1983年に六教出版より、六パの非職期として、1995年8月に、くま書房でも六パの非職期として復刊された。ありがとうございます。